はい、さぬきや緑兵衛です。ベテランさんのお棚拝見に来てます。すごいですよこの数はね。ちょっと5分単位で切っていくつかに分けてご紹介しましょうね。まあ所狭しと置いてます。すごいですね。もう種類も大きさも様々ですね。すごいすごい。もう超いっぱいありますよ。一本ずつ見てたら、ああでもね、キリがないかな。とにかくすごい。もう数が想像できないですね。非常にこう完成品からその完成品というか苗木からいっぱいありますよ。もう刺したり種まいたりっていうなねな感じですよね。もういっぱいありますよ。うわすごい。すごい。ありとあらゆる場所にありますね。へえ。例えばこの辺でもちょっと持ってみましょうか。よいしょ。ああこんな感じですよ。ねえ一つ取ってみるといい感じ。いいのはね。こうまとめてケースに入ってるかわかんないですけど、一つ取るとね、ほんとすごいですね。水やりは私はここ1時間かかるのきついですけど、じゃあ自動酸性装置はね、あの5分もかけたらいいんだけど、今日の自動酸性装置やっといて、で自分で手掛けするんで35分40分だね。消薬するときは自動酸性するときは流すんで。今度は先30分か1時間前にやっといて、ほんで後で手掛けしたら染み取りでね、サッと入る。それなかったら2度掛けするんだけど、2度掛けしたら1時間歩いてね。ホースでシャーシャーやらんのじゃん、こうやって。私は歩いてやる。それが私の健康法。すごい。すごいでしょ。これじゃあったら、かっこいいよ。これ前は、ロイジがね、もう一回、白紙切れてるから、あ、これ